皆さんこんにちは、Bレジェンド小林です。今回はカーフですね、ふくらはぎの最強種目についてご紹介させていただきます。最強種目シリーズの中でもおそらくね、一番地味な部位、ふくらはぎを鍛えたい方ってね、なかなかいらっしゃらないと思うんですよね。で、まあ、私もボディービルやってますけども、ふくらはぎ、カーフってもう一番後回しになっちゃう部位なんですよ。なぜかというと、カーフってね、どうしてもね、遺伝的要素がめちゃくちゃ大きい筋肉で、皆さんなんか思い当たる節あると思うんですけど、何もやってなくてもめちゃくちゃふくらはぎ大きい人っているじゃないですか。女性でもそういう方いらっしゃいますし、ご年配の方でもそういう方いらっしゃいますし、生まれつきふくらはぎが大きい人って何もやってなくても大きいんですよ。で、そういう方は基本的にトレーニングでちょっと鍛えただけでもめちゃくちゃ大きくなりますし、逆に私のように生まれつきね、カーフが細い人、ふくらはぎが細い人っていうのはなかなかね、頑張って鍛えたところで太くならないんですよ。それもね、言い訳になってしまうんですけども、そういうのもあってね、なかなかこう鍛えづらい部位で、モチベーションも湧かない部位、やっぱりちっちゃい部位で、その競技でもあんまりその審査に影響する割合がね、大きくない部位でもあったりするんで、本当にね、競技やってる方でも、もう本当にもう何が何でもこのカーフでかくしたいですっていう人もね、そんなにいらっしゃらないんで、そんな人気のない部位ではありますけども、それでもね、やっぱり私の弱点でもあるこのカーフね、改善させるために、まあいろんな種目をやってきました。その中で、おすすめしたい種目を1種目ね、ご紹介したいと思います。で、その種目なんですけども、シーテッドカーフレイズですね。座ってやるカーフレイズなんですけども、専用のマシンがないとなかなかできない種目なので、やるのが難しい種目ではあるんですけども、ぜひマシンがあれば絶対にやっていただきたい、それぐらい効果がある種目ですね。コツとしては、しっかりね、ぐーっとふくらはぎをストレッチさせたところから、もう足の指先までぐっと力を込めて上げ切るというところとですね、超高重量をなるべく扱うということですね。ふくらはぎの筋肉ってやっぱり日常生活でかなり使うんですよ。もう歩く時にも使えますし、やっぱり一日中立ってて、あ、疲れたなってなるのはふくらはぎじゃないですか。それだけ日常生活でよく使う筋肉なので、そんなね、中途半端な刺激では反応してくれないんですよ。なので、日常生活では絶対に味わえないような超強力な負荷をかける必要があるということで、超高重量でしっかりストレッチをかけるというのがすごいね、効果的になってきますので、シーテッドカーフレイズマシンがね、もしジムにあるという方は、超高重量でのストレッチからのギュッと足の指先まで力を込めた最大限の踏み込みでカーフを鍛えていただければと思います。今回はですね、カーフ、ふくらはぎの最強種目について解説をさせていただきました。他にも知りたいことがあれば、ぜひコメントよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。